始まりました。ただの秋のりのハエバルバンバン123回目、ワン、ツー、スリー、123回目もよろしくお願いします。前回もお話ししましたが、A ランチにですね出まして、先週土曜日、土曜のお昼は A ランチの A ランチに出まして、あの五役先生のコーナーがあるんですよね、うちなー万有期というコーナーで、出まして、で、まあ、内容としては五役先生が後輩に、出産祝いをプレゼントすると、後輩のただの秋典くんにまだ出産祝いしてないからプレゼントしようねということで、ハエバルにも会社がある、ハエバルが本社なのかな、ハエバルにあるアイコーポレーションという、まあ、ハウスクリーニングの、会社がありまして、そのハウスクリーニングをプレゼントしようということですね。まあ、A ランチ見ていただいた方は分かると思うんですけども、水回りがですねめちゃくちゃピカピカになりまして、あの台所の、水回り、あと洗面所でお風呂場、トイレもうピカピカで気持ちいいっすね。最高した。一番お風呂場、お風呂場の天井の換気扇周りの黒ずみが本当に落ちなかったんですよね。もう毎回掃除するんですけども、ゴシゴシやっても肩痛いし首痛いし、もう水、汚い水が顔にペチャペチャかかって、うわ一番嫌な水これって言いながらね、掃除しても落ちなかった、汚れが落ちまして、本当にアイコーポレーションさんありがとうございました。そしてそう、あのめちゃくちゃ滑ったというやつですね。はい、滑ってましたね。もう編集ではどうにもできないぐらいの、2024年、一の大滑りをかましちゃいましたが、まあ、なんか編集でそこまで大滑り、中滑りぐらいには軽減されておりましたが、反響もたくさんありましてね、いろんな方から LINE もありました。ハエバルの劇団、劇団海のグループ LINE でも、見たよーとか、秋典見たよーとかで、あのラジオカーリポーター、ラジオ沖縄の同じメンバー、梅子さんと、ゆいさんからも見たよーとか、滑ってなかったよーって、滑ってなかったよー、滑ってなかったら滑ってなかったよーも言わなくていいと思うんですけどね、それ言っちゃうと滑ってたのかなと思っちゃいますし、いろいろ反響ありましたね。ただちょっと親に言うの忘れちゃいまして、親とかおじいちゃんおばあちゃんに言うの忘れちゃったんで、言えばよかったなーって、久しぶりにテレビ出たから言えばよかったなっていうのは心残りですが、で、そして、土曜日が FEC の定期ライブ、 FEC お笑い劇場、お越しいただいた皆様ありがとうございました。で、赤瓦焙煎カフェというカフェをオープンして、まあ大盛り上がり でライブを終えて、次の日も、スパイス祭りという糸満の糸マールで、イベントがあって、僕ネタステージと、あと運営ですね、ちょっと運営もサポートしますよーと、 FEC でやりますよーっていうところの仕切りが僕だったので、まあイベント全体を見るという、いつの間にかね、芸人ですがイベント全体の仕切りもできるようになりましたよ。やっぱもう2年ぐらいプロデューサーもやってますんでね、はい、お手の物です。で、そこで糸満の方たくさん集まってて、その糸満のあのお姉様、いくつくらいかなの方、70とかかな、もうちょいと言ってんのかなっていう方から、あんた、ただのりさんでしょ、ただのりさん見たよ、 A ランチ見たよって、ああそうなんですね。そしたら僕とわさびという先輩のね、 FEC のわさびという芸人がいるんですけども、わさびの小平くんこと翔平さんが、もうそばにいて、でこのお姉さんが、ただのり見たよ、 A ランチ出てたよねって、そしたら翔平さんが、秋のり面白かったですかって言ったら、奥さんが出ててよかったね何その返しって、面白かったですかっていう質問はね、質問は面白かったですかって言ったら、奥さん出ててよかったよねって子供たちも似てるさ、あんたにそっくりよ、面白かったかどうかは回答はなしということでね、これもう翔平さんも言わんければいい、聞かんければいいのにと思ってよ、わざわざ聞かなくていいよ。確かに LINE くれた皆さん、秋典見たよーとは言うけど、面白かったよーとかその後の感想はなかったですね。感想としてあったのは、子供似てるねーとか、お家綺麗になってよかったねーというこの事実、
そういうね、もう見た目の事実だけで、僕が受けたとか滑ったとかはもう触れて気もしないというね。で、ハッシュタグもあるんですよ。ハッシュタグもあるんですけど、A ランチの。そこハッシュタグも辿っても、誰も触れてない。あの、事前は触れてたんですよ。あ、いよいよ、秋のりさんが出てくるみたいな、つぶやいてる方がいまして、ありがたいなぁと思って、いよいよ秋のりさんだーって。そっからの感想はなし。誰もつぶやいてない。もうなかったかのように。あとピカピカだねーとか、綺麗になってるとかつぶやきはあったんですが、秋のりの発言に対しては何もなしと。いうところで、今回の A ランチを終えましたけどもね。また次回呼んでもらえるといいな。ロケ楽しいっすね。僕、A ランチのスタジオ結構行ってるんですよ。一時期、前も言いましたが、3、4年前ぐらいに結構頻繁も毎月テレビで出るぐらいなんか呼んでもらえる時期がありまして、その時に A ランチも結構スタジオのあの席に僕3回ぐらい座ったことあるんですよ。意外とね。意外とスタジオ経験あるっていう。で、あと他のスタジオの別室で、まあ、怖い話のエピソードトークしたりとかありますが、ロケがね、久しぶりで、特に A ランチのロケ、何年、ロケも3、4回ロケ出てるんですが、まあ、こうやってただの秋のり単体で出たのは初めてで、いやー楽しいですね、ロケ。わー、ぜひ、また呼んでください。いろんなところからお待ちしてます。はい。最近オーディションも落ちたばっかりなので、あの大手の飲料メーカーのオーディション落ちたばっかりなんで、お願いします。よし、はい。もう一つちょっと話したいなーっていうのが、あの僕、まあ妻とね、妻のりと、あのこの 日にち決めて、あの子供たちをね、保育園に送るんです。で、僕が送りの時は、まあ、ちょっとゆっくりなんですね。ゆっくり送る日もあって、あの、まあ、事務所行くときが、事務所が10時までに行けばいいので、それに合わせて送ったりするんですけど、まあ、それ、その時に、よくわかんないんですけど、保育園も、なんか遅刻みたいなのがあるみたいで、全くわからないんですよ、僕。小学校とかだったらわかりますよ。小学校だったら朝の会があって、1時間目、2時間目が始まると。で、それが始まるまでに来ないと、やっぱ遅刻っていう、なんか、明らかな区切りがあるじゃないですか。でも僕、保育園がわからなくて、保育園もなんとなくある感じがするんですよ。妻乗りが保育士なので、そこら辺は多分、妻乗りからしたらありえないんでしょうけど、だから何時に連れて行ってもいいっていう僕感覚なんですね、保育園は。おそらく違うんでしょうね。うん。で、それで、まあ、9時までに、遅くても9時までに連れて行くみたいな感じだったんですが、あ、土曜日だ。土曜日も預けないといけん。で、ライブも入り時間お昼には、お昼までに入ればいいから、じゃあライブ行く前ぐらいに送ったらちょうどいいぐらいだな、みたいな。で、10時過ぎぐらいに送ったんですね。あの、長女、うーちゃんと次女。次女を保育園に送るわけですよ。いつもだったら9時までとか、遅くても10時までとかに送るんですが、10時遅いか。まあ、なんかよくわかんないんですよ。で、10時過ぎぐらいに送ったんですね、この日、最近は。そしたら、なんかもう、みんなお散歩時間みたいな、あるらしくて。だから保育園の時間がわからないんですよ。何時に何やる、何時にやる、何やるみたいなのが、あるんでしょうね、きっとね。で、遠足じゃない、お散歩でみんないなくなってるみたいになって。うん。そしたら、長女のうーちゃんが、なんかもうちょっと泣きそうになってて。もうなんで？なんでお父さんもっと早く起きないの？みたいな。泣きそうになってるわけですよ。まあ確かにちょっと、支度にね、支度意外と準備、時間かかっちゃって、いろいろお着替えさせたりとか、ね、あるし、あと自分もライブの日だったんで、あの、衣装アイロンかけたりとかしてたら、気づいたらちょっともう時間もカツカツなって、あ、やばいやばいやばい、みたいな感じで行ったんですが、もう、うーちゃんが、なんでもう、なんでお父さんもう、もう、もう本当いつも、そうな、もっと早く起きて、みたいな。泣きそうになってて。ああ、なんか、子供ながらに、もう4歳になりましたけど、なんか、ああ、ちょっとかわいそうだなって、ちょっと思いましたね。で、もう、本当泣きそうだったんで、ああ、まあまあ、ちょっと起きるのも遅かったけど、うーちゃんの準備とかも、それで時間かかっちゃったから、もう今日はしょうがないね、つったら、って言って、保育園に行った、玄関口行ったら、みんなお散歩行ってるんで、子供たち誰もいないんですよ、お散歩で。で、先生が何名か残ってて、その先生たちも、みたいな。
だからこの保育園遅刻なんか今来るみたいな顔されてちょっと半笑いなんですね。あ、おはようございますみたいないや、そんなちょっと半笑いで挨拶しないでよみたいな僕も思うんですが、え、こんな時間にみたいな、あ、おはようございますみたいな、あれちょっと気まずいっすね。あの時ね、決まってるんですかね。ちょっとなんか聞いちゃうとね、これなんか遅刻とかあるのとか妻に聞いちゃうとね、その時間意識しないといけなくなっちゃうからあえて聞かないんですけど、でそしたら玄関口でうーちゃんが、先生うーちゃんの支度とかで時間かかって遅れちゃった、ごめんなさいみたいな、娘が先に謝るんですね。あの時なんかすごい父親として、あ、なんか申し訳ないことしてる娘、4歳の女の子、4歳の娘が先生に気を使って、本当だったらお父さんがもうちょっと早く起きればよかったのにって思いも抑えながら、先生ごめんなさい、うーちゃんの準備とかお支度で遅れちゃったって言わせてしまった自分が本当になんか情けなくなりましたね。うん、これ言おうかどうか迷ったんですけど、まあなんかあのすごい切ない気持ちになっちゃって、やっぱこれは言っとかないといけないなと思って、でうちの娘すごっと、うちの娘4歳なのにしっかり理由をつけた上でごめんなさいと謝る、すごい。そして俺ただの秋のりじゃない、それが芸人だから秋のりおいっていう感じを自分の中で持ちましたね。うん、どうなんですか、保育園って遅刻とかあるんですか、実際なんですか、あの半笑いで、あ、おはようございますみたいな、今来るんですねみたいな、なんかそこまで言わないですよ、顔に出てますけど、あれなんですかね。ただあの本当うーちゃんには申し訳ないなと思ったので、もうちょっとしっかりしないといけないなというのはありますが、うん、日々そうなんですよね、意外と大変なんですよね、送り迎えね、自分のやることもあるしね、はい。まあそういうお話もできますからね、そういうなんかお父さん縛りの何か番組とかあればぜひ呼んでもらえたらなと思っております。はい、またぜひ呼んでください。ただの秋のりのハイバルバンバン、この番組はラジオ沖縄のシャゼでもあるローカルに徹せよに合わせて、超ローカルなハイバル町について面白い情報や話題などを発信していこうという番組となっております。このただの秋のりハイバル町の観光大使にも任命されておりますので、ハイバル町のことなら何でも聞いてください、よろしくお願いします。そしてこの番組では、X でのポストもお待ちしております。 X2Twitter ですね、 2Twitter で、つぶやいてください。ハッシュタグつけてカタカナでバルバンと書いてつぶやいてください。では、紹介したいと思います。こちら川崎のしおんさん、ハッシュタグバルバン、気持ち悪いカットできない滑り方わら、はい、A ランチね、そうですね、あれどう 川崎のしおんさん県外だから見れないのか、あの送りますよ URL、 YouTube の URL もらって勝手に送っちゃダメなのかな、あれダメかな、じゃあなんかもしホームページとか載ってたら見つけてください。はい、続いて川崎のしおんさん、そうだそういうメールアドレスの紹介やってたね、はいはい、ハイバルのルーは R のルーっていうね、メールアドレス。こちらね、ハイバルアットマーク rokinawa.co.jp というメールアドレスがあるんですけどもね。そうなんです。シオンさんのラスト、上宮ではないけど、ネバーエンディングストーリーの3作は全部見た！いやもう上宮じゃないですか。ネバーエンディングストーリー上宮じゃないですか。僕と一緒ですね。面白いですよ。やっぱバンが好きっすね。ワンが好きで、で、やっぱあの、子供ながらにね、当時許せなかったのが、主人公が毎回変わるっていう。主人公は一緒で欲しかった。ね。ホームアローンもそうですけど、ホームアローン1、2、3ぐらいまで一緒でしたっけ？で、なんか急に変わりますよね。途中からね。あれもショックだった。水戸黄門の黄門様が変わった時もショックだった。ドラえもんの声が変わった時もショックだった。あの時ね、あの時子供ながらに、あーなんか違うって。思ってたんですけど、まあ大人になったらまあしょうがないか、いろんな大人の事情とかあるししょうがないかって割り切れるんですけど、
やっぱ子供ながらにね、ネバーエンディングストーリーのあの子は、やっぱ一番のあの子が好きでしたね。顔も雰囲気も。だからワンが好きなんでしょうね。うん。いやもう完全に川崎のしおんさんはネバーエンディングストーリー上宮ですよ。うん。あのファルコンがね、あのシーンいいっすよね。ファルコンが、ハートレイユーって飛んでくるやつ。最高っすよ。もう頭の中でね、ネバーエンディングストーリー流れてますが、ポッドキャストって本当歌ったらダメなんで。鼻歌もダメなんで。うわぁ、歌いてぇ。ああ、もう前奏流れてる。ああ、言いたい、言いたい、前奏言いたい。ああ、ダメダメダメ。カット、歌ってもカットしないといけないから。うん、難儀難儀。はい、川崎のしおんさんありがとうございます。最後この方、ともぶんさんありがとうございます。秋のりの潔癖症の話、もうやらん方がいいよ。自宅ロケでせっかく撮影クルーが来てるのに、そんな目で見てるとか思ってたとか言ったら、もうロケ隊来ないよ。誰が聞いてるかわからんよ。はい、ももさんありがとうございます。そうですね、確かにせっかく撮影隊来たのにっていうのありますからね。なんか言ってたみたいですよ、このロケ車のドライバーを FEC の後輩がやってるんです、アルバイトで。まあちょっと本人聞いてないんで名前言わないですけど、まあ後輩が FEC の後輩がドライバーやってて、その後輩に言ってたみたいですね、音声さんが。秋のりさん、なんかすごい足元なんか気にしてたよね、なんかすごいなんか気にしてる感じだったよねみたいなことをロケ車の帰りのロケ車で言ってたみたいですね、やっぱりね。うん。まあ五役先生も僕が潔癖症っていうの分かってるし、多分クルーにも撮影クルーにもそういう伝えてると思うんです。それがあってやっぱバレてたかと、気にしてるのバレてたかってありますが、はい、でもまあでもトモブンさんそうですね、あんま言わない方がいいではありますけども、これも僕のアイデンティティなのでね、潔癖症と気を使う性格っていうのはありますんで、まあちょ小出しにしましょうね。小出しでちょくちょくやりながら、はい、やっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。引き続き皆様から X のポストお待ちしております。ハッシュタグつけてカタカナでバルバンでお待ちしております。ではでは、後半はいつものように同級生の傭兵とおしゃべりしております。今回は、社団法人の総会でこんなことがありましたよというお話です。それではお聞きください、どうぞ。ハイバルバンバン。はい、今回も傭兵よろしくお願いします。お願いします。傭兵は僕の同級生で、ハイバル町宮城出身、そしてハイバル町議会議員をやっていて、はい、塾講師もやっていると。やってます。あとあれ何でしたっけ、んキャビアトリュフフカヒレでねえかでしたっけ三大珍味か。三大珍味、高級感ある、はい、食べたことないけどね違うよ、キャリア教育コーディネーター。キャリア教育コーディネーター。キャリア教育コーディネーター。キャビアトリュフフカヒレでねえかどういうシーンなのそれキャビアはなんか5粒とか、はい、なんかレストラン行った時に上に乗っかってるのをちょっと食べたことあるけど、うんうん、黒い粒々ね、粒粒。でもあれが本物のキャビアかわからんよね。偽物とかもあるの。ウニとかもあるさ。あはは、本物のウニと、まあ、出回ってるウニとみたいな。だからあれが本物かわからんけど、でもトリュフフカヒレはないね、出会わないね。フカヒレ何かもわからん、俺トリュフ何かわからんからトリュフはなんかキノコ、何キノコだっけ。フカヒレはあれだよね、なんかフカヒレ、サメのね、サメのねやつね。なんかトリュフカモの肝臓とかじゃん。あ、カモの肝臓、あ、全然わからん、全然違ったらごめんなさいそんぐらい馴染みのない三大珍味ですね。全然わからん、はい。今回は何のお話しましょう。今回はですね、はい、以前、うん、なんだ、誕生日に関する寄付のお話をしたの覚えてますか。あ、自分の誕生日にお金を集めようという、はい、言い方やつね。何でしたっけあれ。バースデードネーション。バースデードネーション。バースデードネーション。あの X でトモブンさんが、はいはいはい、相変わらず知らん言葉出てくるなって言ってバースデードネーション。バースデードネーション、うん、バースデーが誕生日、ドネーションが寄付。バースデードネーション、どうでした。ありがたいことに、うん、約 200% で達成でした。 200%? 嬉しい、ありがとうございます、
200%。 目標金額は10万円で設定したんですよ。おお、10万円ってことは、でそのページ上では17万円ぐらいもらってて、うん、でも決済の仕方わからんからちょっと取りに来て手渡しでやるわっていう方もいらっしゃって、合わせて20万円ぐらい。20万、はい、誕生日で、はい、すげえ。私のポケットに入るんじゃないよあ、そうなの。違うよ、これ生活費に今なんだ。違う、アイボ買うとか。そんな違う、アイボ買わない。アイボ買うとかじゃないの。謎チョイスだけど違う、それだったらそんな20万も集まるわけないさ、うん、この子供プログラミングのね、うん、地域でやっている子供たちのための学びのためにっていうのでもらってるわけですよ。ああ、なるほど。自分が活動していることがあるので、はい、そうです誕生日を迎えましたの で応援してもらえませんかと。そうですということで20万、はい、すごいね。ありがたい。これがまた活動費になるってわけだ。そうです、まあ、今のところね、いろんな最初にやっぱ機材をある程度揃えるからさ、うん、iPad 買ったりパソコン買ったりね、うん、でそれでちょっと戦えてる部分もあるから、それを一通り生産して、うん、その金額機材費に基本的に当たるような感じになるわけです。わでもありがたいことに県外行ってる早原の同級生とか、うん、高校の同級生とか大学の時の友達とか、うん、いろんなつながりからね、ちょっとずつ、ありがたい。うわ、ありがたいね。ちょっと自分のさ、個人の誕生日とこうやって仕事をさ、うん、結びつけてる、すごい仕事の悲しい男だなって悲しいって言うな全然違うし、ずっと仕事人間。全然違うし、自分の誕生日まで仕事人間の違うし、まあ、仕事っていうか地域のねためにと、自己実現ももちろん重なってるからね、自分がやりたいっていうのとも重なってるから、うん、それとやってるわけなので、仕事のために誕生日を使う悲しい人間ではないと。では違います。それが違う。ちゃんと個人の分は個人で楽しんでると。もちろんです。しっかりね、自分で一時を過ごして。言い方だな。言い方ですね。言い方で全然違うな。バースデードネーション、はい、これで思い出したのが、はい、来週長女の誕生日だ。あ、やばい。大事。びっくりした。1週間前に、あ、やばいって。調査した。なんか、あ、一応あれよ、 おはようメルちゃんが欲しいって言うから。あ、はいはいはい、おはようメルちゃんとなんかネイル、はいはいはい、子供用のネイルとか欲しいって言ってトイザラスよね、うん、そこは買って、あとケーキも指定がある。あ、このケーキ、いいですね、白バラのこれ、いいですね、あるんで。ちょっと5号だと高いから、うん、5号ってどんぐらい。 5号高いし余るわけよ、うんうんうん、4人、あ、まあ、まあ次女も食べれないから3人で食べるには、うんうんうん、で4号は事前予約じゃないと作れませんだわけよ。店頭に置いてないと、はい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 、やばい、そろそろ予約しないとやばい。あーはー、1週間前。そう、しかも白バラのっていう指定まであるから。そう、うん、ありがとうバースデードネーションありがとう、思い出した。はい、役に立ったね。すごいね、こうやって応援してもらえるってね。そうなんですよ、うん、この寄付もさ、17万で、単価もバラバラだわけさ、うんうん、1万円よろしくっていう人もいたら、ちょっとしかできんけどって言って1000円でっていう人もいらっしゃって。1000円でもできたの。できるんですよ。なんか俺調べたら3000円。あ、え、500円からでもできる。あ、500円からもできる。できる。あれ、俺ページ見たわけさ、うん、しょうがねえなとなんかしょっちゅう告知してるからしょうがねえなって見たんだけど、うん、なんか金額が選ぶのが3000円からしかなかったから、そんな少量からもいけたんだ。こちらで選択肢として出すこともできるし、うん、それ以外を自由入力でもできるわけ。あ、そうなんだ。上限1万で。それ言った方が良かったよちゃんと自由入力もできますよって、はい、ちょっともっと増えてたはずよ。くそー、あー、ちょっとってあー、ちょっと厳しいな。500円とか1000円とかあったらやったのになっていう人いっぱいいたはずよ、うんうん、できるんですよ、それも。わー、じゃあ来年だね。はい、来年も自分の誕生日か法人の誕生日。法人設立が5月15だから。わ、記念日作るタイプだいろんな付き合ったらいろんな記念日作るタイプ。これもファンドレイジングの定石なんです、うん、ファンドレイジング。はい、ファンドレーザーですからね。 NPO のね、寄付を集めるやつをね、準認定ファンドレーザー目指してますからね。目指してますから。何か分からんけど言葉だけは覚えて、はい、本当に社会の暗記主義みたいな感じになってますけどね歴史の。わけにがなんか地域で活動するときにはもうそれもとっても重要なスキルになるんですよ。うん、あ、そっか。資金集めどうするってやっぱなるじゃん。うん、なる。クラファンやろうかな、もう結局それも同じだからさ、うん、クラファン以外にもいろんな選択肢あって、クラファンも寄付もらって一発でその関係性切れちゃったらもったいないじゃん。そうだね。その次からも継続的に応援してくれるっていうのがやっぱりあるからさ。へー、ちょっとやろうかな来年バースデードネーション。あ、お、あ、やれやれやれ。やば、仕事人になっちゃう。なん悲しい人間に。悲しい人間になっちゃう自分の誕生日を仕事につなげて。いやいやいや仕事もね、社会のためになるとかね、自己実現とかね、
確かに、沖縄の芸人でバースデードネーションやってる人いないから、うん、多分知らんはず誰も、はいはいはい、沖縄の芸人この存在を、はいはい、急にやったら一応面白いではあるな、こんなやり方あるんだって思うよ。バースデードネーションでお笑いライブ見に来てくれませんかとか、活動やりませんかとか、早春だと YouTube から劇場を作りたいからとかでもいけるところね。そうですそうですそうです。まあいいですね、継続的な関係性を作ってね、うん、やっていくわけですよ、うん、あとはちゃんとそれはね何に使ったっていうことをしっかり説明するっていうのと、うん、お礼メールを送るっていうのとその後の関係性もとっても大事にしながらね、うん、ただ応援してもらってありがとうじゃなくてそこからのつながりもあるっていうことね。活動そのものを応援してくれてるわけだからね、活動報告は必須なわけですよ。いいですねこれ、いろんな活動してますね。はい、うん、なんか最近総会もあったそうで、そうなんです、そうなんです、総会も一般社団法人が5月15で立ち上げたんだけど、うん、決算の締めは6月15。そうなんです。あ、そうなんだ、妹の誕生日だ。あ、覚えやすい。あ、覚えたね、覚えた。誕生日寄付言いに行こうまあそれは置いといて5月15、そうそう、で6月末が決算締めにしてるわけ、うん、だからそこで締めて総会っていう形でね、何にどうお金使いましたっていうことと、うん、はい、どんな活動してきましたっていうのと、まあ、来年こういうふうなことをしようと思ってます、うん、みたいなことをまとめてね、まあ、今回は理事の少人数7人とか、はい、そのぐらいでやって、これ大変だよね、資料ね、大変だよ、事業計画、はい、まあ、事業報告、事業計画で決算、予算、はい、ありますからね、大変、これ大変ね、40ページぐらいの資料作りましたよ。ああ、わかる。あ、でもあれやるとね、やっぱりこう自分の中でもちゃんと整理されるし、次年度のこう目安をね、強制的に作ることになるから、うん、それ見ながら比較して、何が足りてない、何が足りてない、何に使いすぎって判断がね、これ、ね、決算って、監査はどこで受けるの、うん、監査は、まあ、一般社団法人で、サイズが大きくなると、うん、その監査のやつをつけなきゃいけないとかさ、そういうのが発生するんだけど、私たちのところはそこまではなくて、はいはい、一般社団法ちょっとややこしいんだけど、一般社団法人も、非営利型っていうやつだったらさ、うんうん、そういう形を条件満たしてたら法人住民税だけでいいわけ。ああ、なるほどなるほど。だから役場にまあ出す、あ、役場にも申告書出す、あ、なるほど、それでそうそうそうってことね。そう、これがもうちょっと収益事業っていうのまでやったりするようになると法人所得税のかかるようになるから、もうちょっと細かな作業が入ってくる。はい、それぞれ規模によって違うんだね。規模とやってることによって違う。総会もしっかりやって、そうやってますね。頑張ってますよ。もう税のことも調べたわけだからね。わあ。書き方から、制度から、制度から、定款の作り方とか全部。気合い入れてやってますよ。いいですね。でまあバースデードネーション、はい、終わりまして、はい、総会も終わりましたんで、はい、またまた引き続きコーダー道場頑張っていきますよ。うん、はい、はい、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。